にちは。9月20日金曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。まずは豊島区からのお知らせ、最初はこちらです。フレイルサポーター養成講座のお知らせです。フレイルサポーターって何？難しく聞こえるかもしれません。フレイルとは加齢とともに筋力や心身の活力が低下し、手助けが必要となる状態のことを言い、多くの高齢者はフレイルを経て要介護状態に進むと考えられています。早期発見、適切な対応により元の健康な状態に戻ることができます。このようなフレイル予防を広める担い手のことをフレイルサポーターと呼び、フレイルチェックの運営・サポート活動をするボランティアのことです。これらの知識や経験はご自身のフレイル予防にも役立つ講座です。高齢化社会が叫ばれて久しい中、この機会に受講してみませんか？ご覧のような練習会、見学、プレデビューを経て独り立ち、デビューを目指します。続いてスケジュールはこちらです。原則1から3に参加できる方、区からのメールを受信できる方となります。定員は20名です。参加費は無料です。お申し込みはご覧の2次元コードからお願いいたします。お問い合わせは介護予防認知症対策グループ、電話番号03-4566-2434までお電話ください。次です。放課後対策課では子どもスキップ学童クラブで働く会計年度任用職員を募集しています。子どもスキップ学童クラブのスキップとは、スペースフォーキッズアイディアルプレイ、子どもの理想的な遊び場という意味から名付けられました。学校の教室、校庭、体育館などを活用した小学生の放課後の居場所です。区内全小学校の校内、敷地内や隣接する区民広場などにあり、区内在住または区立小学校に在学している全児童が利用できます。募集している会計年度任用職員は3種類です。1つ目は学童指導員で、児童の見守りや指導、行事の企画運営、保護者・学校地域との連絡調整などを行う方です。2つ目はスクールスキップサポーターで、午前中は小学校、午後は子どもスキップで、特別な支援を要する児童へ支援などを行いながら、小学校と子どもスキップをつなぐ役割を担っていただく方です。3つ目は学童指導補助で、遊びの指導や見守りなどの補助を行う方です。応募にあたり、学童指導員とスクールスキップサポーターは保育士や教員免許などの資格が必要です。ご興味のある方は放課後対策課直通番号03-4566-2786までお電話ください。お電話をお待ちしています。次です。豊島スポーツ祭り2024開催のお知らせです。子どもから高齢者まで誰でも楽しく参加できるスポーツイベント、豊島スポーツ祭り2024を10月14日月曜祝日に開催いたします。時間は午前10時から午後3時で、会場は総合体育場と保育小学校です。なお雨天の場合は中止となります。ラグビーやグラウンドゴルフなど例年好評いただいている企画に加えて、今年度は区民提案事業で選定されたスポーツの力で子どもたちの健康な未来を築こうの中のトップアスリートを招いた事業として、元メジャーリーガー岩隈久志氏のトークショーも開催いたします。トークショーの時間はお昼12時20分から午後1時20分で、総合体育場ステージにて実施予定です。
小学生とその保護者の方を対象とした特設エリア観覧車を現在募集中です。抽選申し込み制となり、応募期限は10月2日です。詳しくはホームページやチラシをご確認ください。晴天時はどなたでも立ち見が可能です。普段なかなか運動をする機会のない方も、たまには屋外で体を動かして身も心もリフレッシュしてみませんか。たくさんのご来場をお待ちしています。以上お知らせでした。続いては特集です。豊島区では池袋駅を起点として東西の歩行者空間をシンボルストリートでつなぎ、回遊性を飛躍的に高めるダンベル型の街づくり構想を掲げています。昨年3月に開催されたウォーカブルの体験イベントでは、池袋東西のシンボルストリートであるグリーン大通りとアゼリア通りを交通規制して、普段歩行者が立ち入ることのできない車道を活用しながら各種演目を行い、区民や来街者の方々にウォーカブルな空間を体験してもらいました。池袋の将来都市像である人が主役のウォーカブルな街づくりについて、どのような課題があるのでしょうか。お話を伺っていきます。では今日のゲストです。豊島区都市計画課街路グループ主査の辻弘樹さん、そして豊島区都市計画課都市基盤グループ主事の上沢由紀子さんです。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まずは上沢さん、はい、冒頭の池袋駅を起点に、この東西の歩行者空間をシンボルストリートでこうつないだウォーカブルな街づくりについて教えてください。はい、ウォーカブルとは、歩くを意味するウォークとできるのエイブルを組み合わせた造語で、歩きやすい、歩きたくなるといった意味を持っています。はい、誰もが歩きたくなる街中の形成に向けて官民一体となって取り組んでいます。こちらの図をご覧ください。はい、池袋駅の上空に、東西デッキや分かりやすい地下通路の整備により、東西の街の接続を強化し、駅から街へ人の流れを拡大していくような、そんな街づくりを目指しています。はい、西口の再開発事業による駅前の再編や、東口のクルド作家による歩行者空間の広場化によって、駅の東西に大きな人中心の空間を作り、さらにその先のグリーン大通りやアゼリア通りへ、人の流れが拡大する駅を起点としたダンベル型の街づくりというものを進めています。はい、なぜ今ウォーカブルな街づくりなんでしょうか。はい、池袋は駅袋という言葉を聞いたことありますか。揶揄されていますよね。はい、池袋駅は1日200万人を超える、利用者を抱える一方で、人の流れが駅の外まで拡大せず、街への来訪機会を逃している側面があります。はい、さらに池袋は東口から西口へ、街から街への行き来が難しいこともあり、駅袋と言われてきました。駅袋からの脱却が大きな課題と考えています。はい、ある側面ではこう便利で、駅から出なくてもこと足りてしまったり、またこの池袋駅慣れないとね、この駅通路内でどうしても迷ったりしてしまう印象はありますね。はい、そうなんです。池袋は、便利な反面、駅の地下通路が平日でも混雑していて歩きにくく、出入り口から先の地上の景色も分かりづらいので、多くの人は駅や直結の商業施設にとどまってしまっています。はい、こちらの図の通り、駅袋と呼ばれる要因は大きく3つあると考えています。はい、で1つが乗り換え客が多い、2つ目が駅周近辺で用事が済まされている、3つ目が東西の回遊性、街への流動性が乏しいというものです。はい、ではこの3つについて、ね、伺っていきます。1つ目、乗り換え客が多いとあります。池袋駅がこのハブ駅としての機能を、ね、担っている反面、辻さん、
この町への課題というのが浮き彫りになっていますよね、はい、そうですね、池袋駅は乗り換え客が多くてですね、実は池袋駅を目的としている人は池袋駅利用者の 24% という数字が出ています。こちらの円グラフをご覧ください、はい、池袋駅利用者、鉄道利用者のうちですね、4分の3が乗り換え利用のみでございまして、町へ回遊をしておらずですね、新宿や渋谷駅と比較しても乗り換え利用が多いような状況になっております。さらにですね、池袋と渋谷新宿の町に降り立つ来街者の人数を比較するとですね、はい、池袋に降り立つ来街者というのはですね、渋谷新宿の半分程度にとどまっていることがわかります。またこの都内の他の地域と比較をしてでもですね、この世界中から人を引きつける拠点性についての課題というのもやはりありますか？そうですね、東京都が出した国地域別外国人旅行者行動特性調査というものがあるんですが、はい、そちらの結果によりますと、外国人の旅行者の方々都内で訪問した場所どこですかというものなんですが、はい、渋谷新宿と比較するとですね、池袋は半分近い数値となっております。まあ、こういったことからですね、世界中から人を引きつけるような拠点性が低いというような課題も抱えております。はい、そうなんですね。さあ、続いて要因2つ目です。駅近辺で用事が済まされているという点なんですが、こちらも具体的な数値などは出ていますか？そうですね、来街者の訪問目的というものはショッピング、買い物というものが一番多いのですが、はい、こちらのグラフをご覧ください、はい。来街者の訪問目的、自体はショッピング買い物が多いというところなんですが、こちらの上のグラフの方ですねをご確認ください、はい、こちら令和5年度の来街者動向調査、買い物した場所はどこですかというグラフになるんですけども、百貨店、デパート、駅ビルが 54.7% ですね、最も高くかつダントツを占めているということがわかります、はい、反面外にある施設が極端に低くなっていることがわかると思います。加えてですね、その下のグラフあるのですが、外国人旅行者行動特性調査、池袋で買い物した場所はどこですかというものになるんですが、はい、このグラフも見てみますと、外国人旅行者が池袋で買い物した場所についても百貨店、デパートが 81.2% と最も高くなっていることがわかります、はい、やはり外国人の方々の旅行者からも見てもですね、ハイブランドのショップが駅中にあったりと、ショッピングの利便性を考えるとこのような結果になるのかなと考えられます。このようなことからですね、駅直近の商業施設が充実しているためですね、そこで来街者の行動が完結している可能性があるということが読み取れるかと思います、はい。さあ、そして乗り換え客が多いこの駅周辺で用事が済まされているということで、このどうしても人の流れが駅で止まってしまいます。そして池袋ならではといえるこのハード的な側面というのもやはり影響していると考えられますよね、はい、そうですね、池袋をよく利用される方はよくご存知かと思うのですが、はい、池袋という街は東西の行き来がしにくいという大きな課題を抱えております。こちらをご覧ください、はい。真ん中の画像が池袋駅を見下ろした航空写真となっております。上下に向かって大きく線路が走っております。右側が東口、左側が西口の写真となっております、はい。左上と右の上の写真はですね、それぞれ西口、東口の写真となっております。池袋はこちらの写真からも分かる通りですね、鉄道や駅前の大きな道路がですね、バス、タクシーといった公共交通の移動を支えてくれている反面ですね、それが歩行者のバリアとなっていて、街の東西の行き来がしにくいという状況を生み出してしまっております。また東西をつなぐ公共の道路が、ウィロードであったり、びっくりガードに限られていることも回遊性が乏しい要因の一つかもしれません。続いてですね、左下、右下の写真をご覧ください。こちらは地下通路の写真となっております。皆さんも常に地下通路が混雑しているイメージあるかと思いますが、地下通路内は駅利用者の交錯であったり混雑が発生していることに加えてですね、エレベーターがない箇所があったりですね、円滑な歩行者動線となっていなくて、人の流動性が乏しいという課題もあります。また東日本大震災の時はですね、地下通路に、人があふれるような状況になってしまったということもございます、はい。
またそれらに加えてですね、駅の出入り口が分かりにくいであったりとか、あとは、東口には駅前広場がないということに加えてですね、駅周辺に滞留や交流を促すような心地よい、歩行者のための空間が不足しているということも合わさってですね、街の東西の回遊性、駅から街への流動性が乏しいという要因を生じさせてしまっています。ここまでの課題を改めて考え直すと、駅袋についても改めて考えさせられますね。はい、そうですね、池袋駅はかねてより乗降客数というものは、多いものの、多くは乗り換え客で、駅で乗り降りする人というのは4分の1程度にとどまってしまっていると。はい、しかも駅直結でさまざまな商業施設が立地していてですね、買い物自体はそこで済んでしまいます。その結果ですね、多くの人は駅近辺にとどまってしまって街まで出てこないという見方を生んでしまってですね、それが池袋を落ちた駅袋という呼び名につながりました。はい、そこで豊島区が掲げる歩行者優先の街づくりというものはですね、駅から街へ人を取り込むために言葉を変えればですね、駅袋からの脱却を図るため、街の中を歩きやすく向上させるものになります。はい、例えばそのグリーン踊りの歩行者空間化はその実現に向けた大きな一歩になるかなと考えております。ではこの現状の課題を打破するために、東口西口を結ぶこのウォーカブルな街へと発展していくためには、上澤さん、やはり冒頭のダンベル型街づくりが重要になってきますよね。はい、今後の街の発展イメージを図にまとめてみました。はい、現状はですね、このようにダンベルの持ち手部分にあたる駅において東西の街が2つに分断されてしまっているような状態です。はい、これまで緑色の円で示した、南池袋公園や中池袋公園、晴れ座など公園の核とした周辺の街づくりを、進めてきましたが、東口と西口とで、分断されてしまっているので、町全体としての回遊性は乏しい状況です。はい、そこで、駅前広場や東西デッキなどの整備を進めることにより、東西の町の接続を強化し、その先のグリーン大通りやアゼリア通りへ人の流れが拡大していくようなイメージ図となっております。はい、駅と街と広場が一体となった駅街結節空間を駅の東西にアートカルチャーのハブとして配置することで、さらなる回遊の活性化が図られ、人が主役のウォーカブルな街づくりが実現すると考えています。はい、最後はこちらのキーワードです。ウォーカブルな街、池袋に生まれ変わる脱駅袋の実践ということで、辻さん、今後の展開をお願いします。はい、これからの、池袋の街づくりですね、観光、商業、ビジネス、住宅、宿泊などのですね、多様な都市機能と池袋独自の芸術と文化が融合することによってですね、国内外から人を集めて駅東西の往来を促進する東西デッキや居心地の良い歩行者空間の整備を行うことによってですね、駅袋からの脱却を図ることを目指します。はい、さあ、そして上澤さんにお持ちいただきたいのが池袋駅コア整備方針2024の冊子です。これをちょっとご紹介お願いします。はい、こちらの駅コア整備方針2024はこれまでの区のまちづくりの、方針を踏まえつつ、ウォーカブルという新たな視点を取り入れ、池袋駅周辺地域が目指すまちづくりの考え方を再整理しています。本日お話しさせていただいた、駅袋が課題であると設定し、2040年代の街の姿を想定しながら、今後行政、鉄道事業者、地権者、開発事業者の方々と連携して取り組むべき内容を示しています。ぜひご覧ください。では最後にメッセージを代表して辻さん、お願いいたします。本日は駅袋という、キャッチーながらややネガティブなワードから始まりましたが、こちらの池袋駅コア整備方針に示すようなですね、さまざまな取り組みを実施していくことによってですね、脱駅袋を、実現してまいりたいと思います。はい、今日のゲストは豊島区都市計画課から辻裕樹さんと上澤由紀子さんにご出演いただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。